オルザ川を境に、ポーランド領とチェコ領に分かれた、市外チェシンは、ポーランド南部のシロンスク県チェシン軍に、同軍の軍庁所在地で、人口は36,109人である。オーデルガー支流のオルザ川に臨み、対岸は、チェコのチェスキー、チェシンである。歴史的に、チェシンシロンスク地方の中心地である。チェシンは、第一次世界大戦後の年まで、 チェシン公国の首都であった。1920年、同地方がポーランドとチェコスロバキアに分割されると、チェシンも一部の地区がチェスキー、チェシーンとしてチェコスロバキア領に編入され、その以外の地域はポーランド領となった。チェコ側を合わせると、市の人口は6万1201人に及ぶ。町内の建物には、ポーランドとオーストリア双方の建築様式の影響が見られる。 過去に何回か見舞われた大化の都度再建されたためで、旧市街の美しい景観は、しばしば、松陰と呼ばれる。その他、古代に築かれた城の唯一の遺構である十二世紀の正方形の塔や、十世紀のロマネスク様式の礼拝堂がある。この地域には、七世紀までにスラブ人が定住した。言い伝えによると、公爵の三人息子であるボルコ、レシコ、 チェシコが長旅を終えて会見したとき、泉を見つけたためこの地に村を尽くそうと決めたという。三人は私は幸せだという意味の言葉岸無支援からこの地をチェシンと呼んだ。この泉の井戸は今も町の広場の西の三人兄弟通りで見ることができる。町はチェシン広国の首都であったため、その歴史は広国の歴史でもある。 1779年5月13日、マリア・テレジアとフリードリヒ大王が、バイエルン継承戦争の講和条約である、鉄拳条約を結んだ。チェシンは、ドイツ人、ポーランド人、ユダヤ人、チェコ人のコミュニティからなる民族的、宗教的、文化的多様性で知られていた。また、ハンガリー人のコミュニティも存在し、少数ながら、多くの管理を排出していた。 オーストリア・ハンガリー帝国の1910年の国勢調査では町の人口は22,489人だった。そのうち13,254人がドイツ語を6,832人がポーランド語を1,437人がチェコ語を母語とした。イディッシュ語と答えるのは認められなかったためユダヤ人はほとんどがドイツ語を母語として答えた。宗教では ローマカトリックが15,138人で、最も多く、イカプロテスタントの5,174人、ユダヤ教の2,112人と、続いた。ベルサイユ条約締結後のスパ会議を受けて、町は1920年7月、広大なポーランド人コミュニティがチェコスロバキアに活上される、形で分割された。その西部が、現在のチェコ共和国のチェスキー、チェシーンである。 1938年10月にポーランドがザオルジエ地方を併合すると、両者はまた一つの町になった。その翌年にドイツ軍が侵攻し、第二次世界大戦中はナチスドイツの支配下に置かれた。戦後、ポーランドとチェコスロバキアの国境は1920年の状態に戻された。戦艦期、チェシンは1923年にブーゴツツへ。 1932年にボブレックを編入した。また、戦後は1973年にボグスゾイツェ、グードーイ、カレンビツェ、クラスナ、ムニシュトパストウイスカと合併し、1977年にはマルクロイセを加えた。ポーランドとチェコが欧州連合と宣言協定に加盟してからは、国境管理が廃止されたため、両国の住民が自由に国境を通過できるように、 なった1970年7月19日、オルザ川に架かる橋が大洪水のため崩落し、チェシンの消防士5名が死亡した。19世紀から、この町は、中央スラブ県における、プロテスタントの中心地になっている。また、チェシン夏季映画祭の開催地である。電気機械工業が盛んである。プリンスポロシルシのウェハースで有名なオルザチェシンの、 歌詞工場やジビエツポルテルが醸造されるブラッキー・ブロバルが所在する。チェコとの貿易やオルザ川に架か,かる日本の橋を通じたチェスキー、チェシーンとの小売取引で生計を立てている市民も多い。1640年頃のチェシーンを描いた同版がありがとうございます。